ノコです。ですね、今日休みで時間あったんで、引っ越してから1ヶ月経ったので、1ヶ月後、ルームツアーっていうほどのものじゃないんですけど、はい、ちょっと撮ろうかなと思って、はい、玄関です。はい、玄関、これはね、西日すごいんですよ。で、暑かったんで、あんまなんか、でも役に立ってないって感じで、玄関、あれ、靴、うん、汚ねえな。これと、あと、仕事用の靴が一足と、別個で一足は車の中に入ってますね。はい、普段着用のやつ。まあ、履くことないですけど。で、結局、ここ洗濯機置き場、洗濯機ないです。はい、なしでなんとかなっちゃってます。はい、ということで、はい、で、こちら、ユニットバスですね。はい、まあこんな感じで、まあこんな感じですね。はい、あ、掃除してません。で、こんな感じで、あれは洗濯用洗剤ですね。はい、で、ホース、うん、で、これが、シャンプー、洗顔、ボディーソープ、あとヒゲ剃り、あれじゃないんで、電気じゃないんで、こっちにありますけど、はい、で、これが鏡の、水切り、はい、これはね、やった方がいいような気がするんですよ。風呂の鏡はね、すぐ鱗できるんで、はい、で、これがタオルですね。はい、で、これが、はい、これがね、バッグになってるんですよ。洗面セットのやつで、これ畳んで、バッグになります。畳んで、ね、こうやってバッグになる。だからもう、このまんま持っていけるやつですね。これ Amazon かな。はい、で、ここに、ヒゲ剃り、爪切り、ワックス入ってます。はい、あと歯ブラシとか、その他入ってますね、ここに。はい、これは Amazon。 はい、こんな感じです。ユニットバス、はい、こんな感じ。はい、こういうの性格出ますよね、このでキッチン行きます。はい、キッチンはこうです。はい、ガスコンロありません。カセットコンロのみです。で、炊飯器もこれ悩んだんですけど、持ってくんの、鍋で炊こうかなと思ったんですけど、めんどくさいということで、一応炊飯器は持ってきましたね。はい、で、あとはね、ほとんどないんですけどで、ここだいたいね、朝もう、準備して、ここで、財布、メガネ、帽子、鍵、はい、で行ってきますという感じです。で、これが、うちの食器兼調理器具。はい、これ一回スポットで紹介はしてますけど、はい、これのみです。はい、あとこれのセットの夜間とかあるんですけど、こんな感じです。で、これ洗剤、歯磨き粉、はい、で、これよく見るスポンジホルダー、
浮かせるスポンジホルダーなんです。うん、一番のネックはね、これマジで臭いんですよ。ここから、これがね、どうしたらいいのか分かりません。臭い、マジで臭い。で、収納を見ていきましょう。収納、はい、上の収納です。上の収納、はい、そんな必要ありません。上の収納、はい、何もなし、なし、はい、なし、よい、はい。で、これは食器棚かな。食器棚、食器棚、はい、はい、はい。これあのセットのやつのしゃもじあるけど使えない、これ捨ててもいいんだけど、はい、はいはいはい、ありません。はい、で下収納いきますか。ここの引き出しはあのあれです、割り箸とあと三本板、ハサミ、ドライバー、こんなとこか。これシャワーカーテンは使いません、ついてたやつ。はい、でこっちが、はい、これがね、ゴミ、一応ゴミ収納、はい、ペットボトルと、左が缶ですね、はい、こんな感じです。ペットボトルと缶、あとゴミ袋、はい、こんな感じです、はい。でね、これはやりたくなかったんですけど、あんまり出したくないんですけど、こっち普通のゴミ、燃えるゴミはでもポンと捨てたいので、こっち燃えるゴミです。はい、あとはあとこれ、ここね、はいはい、僕のあのラーメン198円、ラーメン、これは米無洗米、無洗米ですね、米、これぐらいしかないんじゃないですか。はい、でこっち、はい、かけます。一応あのこれカップラーメン用のケトル、電気と、ここに油と、あと掃除用トイレとフローリングで、これがあのセットのやつの入れるもん、ここにあの夜間入ってます。はい、これのみです、キッチンは。はい、もうだからこの2つ、ほぼこの2つとこれで、成り立ってます。はい、キッチン系は。はい、では部屋行きますか。はい、じゃあ部屋行きますね。まあざっと見た感じだと、まあこうです。はい、こんな感じです。これ映っちゃってるか。はい、こんな感じで、まあ行きますか。はい、これが、寝具です。はい、これあのダイソーかな、ダイソーの寝袋、1000円じゃない多分これです。で寝てます。はい、でこれが、掃除これのみ、大きいちりとりで、これがここにあるのがこれフローリングワイパーね。これやるときはこれ付け替え、これダイソー、これのみ。はい、もう掃除道具です。はい、んでここはねやりました。これねふざけやがって、ここあの Wi-Fi が無料なんですけど、線がね気に食わなくて、こっちまで電源がこっちしかないんですよ。これ電源がこっちしかないから、だから、線を一応隠しましたね、これで。はいはい、そ
こんな感じで、これが、まあこれも持ってくるから悩んだ冷蔵庫、ちっちゃいやつ。冷蔵庫見ますか。はい、はい、入ってますね。はい、こんなもんです。で、これが醤油、ケチャップ、マヨネーズありますね。これはね、調味料じゃないです。これおかずです、私の。はい、おかず、まあ一番使うのこれです。一番使うのこれ。これ多分買って3日ぐらいしか経ってないけど、もうないよな、半分ないと思う。はい、こんな感じです。はい、で、あとはこの、テーブル、キャンプ用というかアウトドア用のテーブルと、これはアマゾンかな、うん、で、この椅子、これダイソー1000円ぐらいな感じですね、はい、あ、ズボンが、よっしゃ、ズボンが、はい、で、収納ですね、うちの収納、収納、あ、こんな感じ、収納、はい、これ、上が空箱がこんだけあるだけですね、はい。よいしょ。で、下も、下こんな感じ。これ仕事用のバッグと、ここはね、ボロい旅館の匂いがするので、お風呂と、あと、まあ整理してないんですけど、ティッシュ、腰バンド、タオル、予備、そんなもんじゃない。はい、マスクか。マスク。マスク袋。はい。こんなもんです。あとちょっとこれ服がズボンかな、はい。で、下がこれ、これがこれも仕事で使うやつかな、うん、で、これが、あれです、引っ越しの時に持ってきたバッグ、はい、こんな感じですね、はい。で、これがまあ着ることない、私服私服着ることない。で、この中に一応これ服が入ってんのかな、はい、薄手物と奥が冬用ですね、多分。で、ジーンズ1着だけ残して持ってきたんですけど、これもおそらくじゃない、履いてないもんこの1着1本、うん、まあどうしようかと考え中な感じですね、はい。よいしょ、よいしょ、はい、うん、こんな感じです。まあこんなんで、はい、まあだから、まあ、全体図としてはまあこんな感じになります。はい。はい。こんな感じですね。はい。まあね、ミニマリストを目指すとか言ってるんですけど、なんかね、自分ではね、就活じゃねえかなと。これ、ミニマリストというよりは。就活なんじゃないかなと。なんか最近思ってきましたね。はい。そんな感じで、まあまた何か変わったら、出す動画撮ろうかなと。変わんないと思うんですけどね、もう、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございました。